混合型戦艦。混合型巡洋戦艦は、大日本帝国海軍の巡洋戦艦の艦級。日本初のちょうど旧巡洋戦艦であり、また一番艦の混合は英国によって建造された、最後の日本主力艦でもある。太平洋戦争時には、約30キロトンの快速を利して、機動部隊に随伴。戦機などでは、高速戦艦と呼ばれることも多い。 この頃の命名慣例によれば、戦艦には、旧国名が名付けられているが、本級はまず総合巡洋艦、一等巡洋艦として、計画されたことから、同系艦すべて三学名が名付けられている。戦艦と同数の総合巡洋艦をもって、艦隊主力とすることは、日清戦争後の第一、第二期拡張計画で、すでに根本方針であり、 日露戦争ではその進化が発揮された。日露戦争以降の日本海軍は、それまで英国にのみ頼ってきた主力艦を自国で建造すべく計算を重ねていたが、1906年にイギリス海軍により、画期的戦艦ドレッドノート、さらに1908年にドレッドノート同様の戦闘力を持つ、巡洋戦艦インビンシブルが発表されると、 従来の主力艦は、軒並み時代遅れとなってしまった。これは、走行巡洋艦、つくば型、くらま型、戦艦薩摩型、河内型といった、国産新鋭走行巡洋艦、戦艦についても同様であった。これにより日本独自の技術だけでは、ちょうど旧戦艦、巡洋戦艦時代の県艦競争に出ないことが、明らかとなった。戦艦薩摩型、河内型合わせて4隻で、 第一戦隊を編成すれば、つくば型や、くらま型は、走行巡洋艦としては無価値であり、やや防御力が劣る戦艦としての価値しかなくなった。そこで、日本海軍としては1906年、明治39年から1907年、明治40年にかけて、戦艦8、走行巡洋艦8の88艦隊を、完成したいと強く要望を出し始めた。当初は、 排水量約1万8000トン、速力25キロトン、主砲12イン8門と、イギリスの巡洋船艦インディファティガブルに近い4隻の装甲巡洋艦が計画され、まず3隻が1906年の予算で要求されたが、否決された。その後戦利艦の損傷復旧、国内建造主力艦の工事遅延、秋や息吹のタービン推進改造などで、なかなか着手できず、 また急激に進歩するイギリスやアメリカ合衆国やドイツの主観に目を見張り設計がまとまらなかったため計画は遅れやっと1910年明治43年に予算が通過した特に海軍が着目したのは巡洋戦艦ライオンであり海軍は18000トン級で従来進めていた巡洋戦艦の計画を放棄し英国の進んだ玄関技術を学ぶべく 主力艦建造を英国に依頼、その設計をもとに日本国内でも建造を行うこととし、当時、以後総甲巡洋艦として計画中だった艦の建造を英国ビッカースに発注することとなった。これが1番艦、金剛で同型艦は、それぞれ2番艦、比叡を横須賀海軍交渉、3番艦、春名を神戸川崎造船所、4番艦、霧島を 三菱長崎造船所で建造と初めて民間に主力艦建造がなされ、同系主力艦4隻を同時に建造できる体制を整えた。春名と霧島は初の民間による戦艦建造ということもあって、両者の対抗意識は凄まじく、熾烈な競争となった。春名の講師運転の時期に運転をわずか数日延期せねばならなくなり、 工事の最高責任者であった、川崎造船所造機部長はなすべき処置をすべて行った上で帰宅し、その夜自陣した。春名の公やみは延期になり、気候と浸水は喫日を選びかつ浸水は、大潮前後でなければならないことから前後はしたものの、工事の進捗は全く互角であり、無事に予定通り完成した。混合型の設計は、ビッカースの軍艦設計部長、 ジョージ・イー・サーストン教により詳細設計が進められていたオスマン帝国海軍向けの戦艦レシャドモセイ、エリンをもとに巡洋戦艦化することで行われた。当時英海軍最新鋭にして世界最大最強の巡洋戦艦であったライオン級巡洋戦艦をもとに行われたとする説もあるがサーストン教自身が今後はエリンの巡洋艦版と述べている点ーら誤りとされる。 手法は当初 30.5cm50 後継連装砲等5機を予定していたが 35.6cm45 後継連装砲等4機なら重量にほとんど差がないことさらには 30.5cm50 後継砲は方針のブレから命中率が低くまた高所速のため方針命数が極めて短いという欠陥が明らかになったことなどから 混合型では 35.6cm 連装砲塔を4機搭載することとした。また複砲もレシャド5世、エリンが 15.2cm 砲16門に対して混合型も同じく 15.2cm 砲16門を搭載。さらには、レシャド5世、エリンの4番砲塔と後部環境構造物を撤去することで混合型の番砲塔の射角を増し、もしくは レシャド5世、エリンの3番砲塔を撤去し4番砲塔と、後部環境構造物を前方にずらすことで、手本となったレシャド5世、エリンより、砲塔が一機少ないにもかかわず、レシャド5世、エリンと同等の後方に4門施行できた。さらに、35.6センチメートル砲は、当時世界最大の巨砲であり、今号の竣工は、 同砲を搭載するアメリカ海軍の戦艦ニューヨークよりも早かったため、誕生時にはまさに世界最強の重洋戦艦であった。ライオン級は3番手砲塔と4番手砲塔との間に煙突などの構造物があり、後方へ向けての射撃力は混合型に比べ劣っていた。そこで A 海軍では建造中であったライオン級4番艦、タイガーの形を見直し、 混合型と同様の手法配置に変更するという一幕もあった。ただし、これをもってタイガーを混合型の改良型とする説は誤りである。混合型の速度は27.5キロトン。竣工時でライオン級を若干上回っていた。ライオン級と比べての欠点は防御力、装甲の厚さが若干下回っていることだが、 元よりライオン級はそれまでの巡洋戦艦よりも高い防御力を持っており大きな欠点とはみなされなかった。またこの混合型は当時高速な巡洋戦艦を欲していた軍令部の悲願でもあった。なお、混合計画時、海軍は帝国議会により戦艦一隻、装甲巡洋艦四隻建造を認可されていたが日露戦争以来、 英海軍のフィッシャー提督の提唱と同様日本海軍でも速度こそ最大の防御とする考えが強く結果として走行寿命艦巡洋戦艦4隻の建造に踏み切ったと言われているただし巡洋戦艦にしては極端な走行防御力の軽視には至っていない本級は従来日本戦艦に多用された垂直型艦種ではなく よりしのげな未成に優れたクリッパー型艦視を持っている。全看板に1.2番手砲塔を背負い式に配置、艦隊中央に環境などの上部構造物、5看板に3.4番手砲塔をやはり背負い式に配置している。また、左右両弦にはそれぞれ方狂わ式の副砲が一列8機ずつ配置されている。船体は上から見ると細長く流麗なデザインとなっている。 混合建造当時、海戦は距離8000メートル前後で行われると想定されていた。このため、戦闘中に砲撃よりも強力な雷撃を併用することが考えられており、本級も53.3センチメートル魚雷発射管を8門装備している。これは、それぞれ1番主砲等前方、環境、4番主砲等、艦尾の喫水線下に側面向きに固定装備されており、 このうち、最前方、最後方の2体については、間幅が、発射間長さに本分に満たないためか、左右対称ではなく、前後に少しずれた形で配置されていた。ただし、年月が経つにつれて、戦闘距離が延伸したことにより有効性が減少し、第1次階層で半減され、第2階層で全敗されている。今後、竣工間もなく、第1次世界大戦が勃発した。 イギリスと日英同盟を結んでいた大日本帝国も連合国軍として参戦することとなり、金剛ら新英の巡洋戦艦軍にも出撃命令が下された。当時金剛型四隻からなる第三戦隊は世界最強と謳われており、北海、地中海方面のドイツ海軍に手を焼いていたイギリス海軍からその一時対応を申し入れられた。さすがにこれは断ったものの、 太平洋や中国方面のドイツ東洋艦隊の動きを封じるべく活動を行った。第一次世界大戦中の1916年5月、海軍史上有名なユトランド沖海戦が起こり、これが巡洋戦艦たる混合型のあり方を大きく変えることとなった。海戦自体は史上最大規模の砲撃戦であるにもかかわらず、全英部隊として矢面に立った。 巡洋戦艦に被害が集中し、両軍合わせて4隻も撃沈されるというものであった。特にライオン級の3番艦、クイーン・メリーが、ドイツ巡洋戦艦、デアフリンガーからのただ2発の直撃弾によって合沈したことは衝撃的であった。前述の通り、混合型の攻撃力、速力の優位は、ライオン級よりも装甲を若干薄くすることによって得ていた。 ライオン級は、巡洋戦艦にしては、高い防御力を持っていたため問題なしと思われたのだが、そのライオン級の一艦がたった二発の砲弾によって、撃沈されたことは、より深刻なものと受け止められた。その原因は水平防御力の不足であり、実は戦艦にも共通する弱点であった。日本海軍に限った話ではなく、各国とも、ユトランド沖海戦を教訓とした戦艦。 すなわちポストジュットランド艦の建造に踏み切ったが、一方で、終戦後戦勝国の間で激化し始めた、県艦競争を鎮火すべく1922年に、ワシントン海軍軍縮条約が締結された。その結果、本級の後継上位艦種として期待されていた、天城型巡洋戦艦が建造できなくなったため、混合型を改装してポストジュットランド型戦艦と、することとした。 ユトランド沖海戦の戦訓は、1に、巡洋戦艦の防御力不足、2に、戦艦の速度不足、3に、戦艦、巡洋戦艦を問わず水平防御の不足である。もとより巡洋戦艦にしては防御力の大きい混合型の海藻は、3の水平防御力の強化が主目的となった。まず1924年。 先に事故を起こして、現役を離れていた春名を皮切りに海装に入り、霧島、金剛、比叡と続いて、海装を行っていたが、1930年のロンドン、海軍軍縮条約により、金剛が大質を削減することとなったため、海装の進行度が最も遅れており、不具合の多かった比叡をこれに当てることとした。これにより、金剛、春菜、霧島は、 排水量29,330トン、約3,000トン増加となり、従来より対弾性を強化したが、その代償として速度が25キロトンにまで落ち込み、1931年6月に、艦種類別を戦艦へと変更された。この時、巡洋戦艦という類別は廃止された。速度25キロトンという数値は、ユトランド沖海戦以前の、 どの戦艦よりも快速であったが、巡洋戦艦としては低速である。防御力も垂直防御は、従来のままで、巡洋戦艦としては強力だが戦艦としては、不自由であったが、水平防御に関しては新たに、NVN 交番が張り増しされ、不装型と比べると防御を著しく向上した。また、手法35.6センチメートル砲,砲連装4機8門と門数は少なめであったが、 散布会課題、射撃速度の低下、爆風による弾着観測や射撃式への影響など、問題の多い十二門艦と違い八門艦の混合型では蒸気のような問題は発生しておらず、極めて優秀な成績を収めていた。比叡は四番手砲塔及び一部の装甲と艦が撤去され、排水量一万九千五百トン、速力十八キロトンの練習戦艦になった。 比叡は、こうして、戦力外にこそなったものの、重量と任務的には余裕ができたため、四番砲頭部に見学用の台を設け、昭和天皇のお召し官を何度も務めるなど、軍官としては、名誉な役回りを演じることとなる。ロンドン海軍軍縮条約の満了期限が迫ると、各国とも条約の枠組みにとらわれない官を建造、または、 既存艦の改造に着手するようになり、混合型もまたもや、春名を皮切りに、霧島、混合と第二次近代化改装に入り、条約脱退を宣言した頃にはこれら三艦の改装もだいぶ進んだ状態にあった。三艦の改装完了後、長らく練習戦艦として過ごしていた、比叡も、また、それら三艦が二度に分けていった改装をまとめて施し、戦艦として復帰することとなる。 なおこの際、比叡は、後の大和型戦艦に導入される、新技術のテスト艦となり、他の姉妹艦よりも大和に酷似した環境を持つことになったことが知られているが、他にも、主砲戦海部に戦回速度の速い水圧機関を導入するなど、他三艦とは、かなり違った艦となった。戦前、戦中の大日本帝国海軍の戦略思想は、あくまで戦艦部隊同士による、 砲撃戦により、死有を決する、いわゆる、艦隊決戦思想であった。戦力で劣る日本海軍は、潜水艦、航空機を利用して、敵戦力を可能な限り前言し、艦隊決戦を有利に導くとしていたが、混合型は、第三戦隊として、潜水艦と陸上機による攻撃が行われた後に、決行され、野戦において、水雷戦隊、従順部隊の戦闘に立ち、 大航警報によって、水雷戦隊、従順部隊が敵警戒網を突破するのを支援した後、戦場から離脱し、黎明以降に主力の戦艦部隊である、第一、第二戦隊を含む全兵力を結集して行われる艦隊決戦に引き続き参加することとなっていた。このため、今後型は大回想の折に、水雷戦隊と共に野戦に参加できるように期間を乾装し、 30キロトン前後の速力を発揮できるようになった。ところが、いざ太平洋戦争が始まると、本来は、戦艦が出撃する前の露払い役であった、航空機の活躍により、艦隊決戦が行われる機会は訪れなかった。従来決戦の主役とされた、長戸型、伊勢型、不走型などは、艦隊決戦兵力とされたまま遊兵状態となった。一方で、 混合型は空母と同一行動を取るのに十分な速力を持っていたことと日本海軍が保有する戦艦の中では最も旧式で攻防ともに最弱であったゆえに損耗したとしても戦力に及ぼす影響が低かったため使い潰しても構わない戦艦として活躍の機会が多くなった空母機動部隊に随伴した混合型は同じく随伴する水雷戦隊 従順部隊と共に航空攻撃の後に残存している水上艦の殲滅や敵機動部隊に随伴する水上部隊から空母を護衛し空母損傷時には栄光が期待されていたが水上部隊と放戦を行う機会は訪れなかったため機動部隊に随伴していたものの混合音型が活躍することはなかったしかしながら空母機動部隊の活躍の場が多かったことから むしろ混合型は引っ張りだことなり、本来は混合型4艦で第3戦隊を編成していたのが、混合、春菜の第3戦隊と、比叡、霧島の第11戦隊に分割された。戦争が進み、カダルカナルでの苦戦が続くようになると、敵航空基地を砲撃粉砕することが陸軍により求められた。当初は巡洋艦、 駆逐艦を主体とした作戦を実行していた海軍だったが敵艦隊との遭遇戦が起きたり砲撃に成功しても大きなダメージを与えられず早期に復旧されてしまうため戦艦の大口警報による撃砕が考えられたこの際ヤマト型の使用も検討されたが戦艦を長時間適前にさらすのは危険戦艦の大口警報による砲撃効果は薄い ヤマトを投入するには、海面が狭い、水深が不正確なため座礁の恐れがあると、猛反対を受けたためヤマト型は投入されなかったが、その代わりに、艦隊決戦における戦力としては期待されておらず、失っても惜しくない老朽艦であった混合型が、巡洋艦部隊と共に、敵航空機の広い策的範囲の外から侵入して、砲撃、さらに敵攻撃圏外への撤退を行える速力を、 有していたこともあり投入された。このヘンダーソン基地艦砲射撃は、艦砲射撃による被害は少なかったものの、一式立功による爆撃によって、敵航空機、燃料、弾薬に大きな被害を与え、一度は成功に終わったかに見えたが、肝心の滑走路に関しては、戦闘機用の滑走路は無傷のままであり、主滑走路自体もついたちで、使用可能な状態に修復されてしまった。 その結果、第三次ソロモン海戦が勃発、比叡、霧島を喪失した。この後の戦いにも、残る今後を、春名は参加しており、結果として、皮肉なことに、日本海軍で最も古い四隻の戦艦が、日本戦艦のうちで、最も活動する機会が多いという事態となった。混合型の艦型の変遷を記述する。 第一次世界大戦でのユトランド沖海戦では遠距離砲戦でほぼ垂直に落下する砲弾によりイギリス艦隊に多大な損害が生じた。この時の戦訓により各国海軍は戦艦、巡洋戦艦への水平防御の強化に迫られた。日本海軍も例外でなく混合型に対しても水平防御強化のための第一次改装が行われた。 ワシントン海軍軍縮条約により、新戦艦の建造を凍結した各国であるがそれでも、既存の艦の維持費で財政が圧迫されていた。そのため1930年、昭和5年締結のロンドン海軍軍縮会議では、主力艦の部破棄も決定した。日本海軍では一石破棄とされ混合型の中で、最後に工事中だった比叡が選ばれた。ただし条件を満たせば、 練習戦艦としての存続が認められたので、それに沿って改装された。主な改装点は、などである。兵装はその後に、広角砲を12.7センチメートル砲に交換するなど、練習戦艦ながらその時の最新の装備が搭載されている。またこの当時の比叡は、お召し艦としても利用された。これはもともと戦艦であり、さらに兵装が撤去されたことにより、 艦内に余裕があること、また艦隊に属していないため比較的自由に、スケジュールが取れ、などの理由による。このため3番砲塔広報と4番砲塔後に、展望台が設けられている。比叡は1933年、昭和8年と1936年、同11年の艦艦式において、お召し艦を務めた。また、第二次改装終了直後の1940年、 昭和15年の観艦,艦式でもお召し艦を務めている。第二次改装は1934年、昭和9年に春名より始められた。主艦は、速力30キロトンの高速戦艦とすることである。このため期間の全面改装、船体延長などがなされている。1941年、昭和16年に入り、ルジ内部に、水密交換の装備、 現外電路の設置などがされている。また前、小柱トップ下に、防空指揮所が新設された。第三次ソロモン海戦で戦没した比叡、霧島には、大きな海藻はされていない。今後、春名にはこの時の戦訓により、舵取り装置の防御強化がされている。その後は、他の日本艦艇と同様に電端の装備、対空機銃の増備がされた。マリアナ沖海戦。 1944年6月以降の春名の場合、12.7cm、連装広角砲6機、25立方ミリメートル、連装機銃28機、同連装2機、同単装23丁が装備されている。電弾は最終状態で21号1機、22号2機、13号2機、さらに逆弾も装備したものと思われる。 またこれらの代替重量として複法が撤去され、この時は計8問となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。